意味ラジオ第六千五百六十四回。今日は令和六年七月十五日月曜日です。時刻は午後六時半。横浜港北月曜の夜が来ましたね。夏至からも少し時間が経って、六時半で暗くなってきました。夏至の頃は六時半でもまだ明るかったんですけど。なんか日が短くなっていくのは寂しいですね。 私はなんか太陽崇拝やってますので日が長いとハッピーだし日が短くなるとやっぱちょっとあのなんかしょぼんとしちゃいますねさて今回は銃撃事件の容疑者特定こんなタイトルでお話しましょうなんか今日月曜日になってあの男の子の写真が 出回り始めましたね眼鏡かけてるなんか「数学得意です」みたいななんかそんな高校生ぐらいな感じのお写真で二十歳というからまああんなことしなくてもこれからという時だったんですけどね一発であの射殺されてしまいました。この男の男子が 何か組織または組織のエージェントにたぶらかされてその気になってで虚に及んだちょっとそれは考えにくいですよね可能性ないわけじゃないこの人のこういう関係がわからないからけれどね誰かがこの男の子に目をつけてであのトランプって野郎ひどいよなとお前の手でやってみないかそれが。 祖国アメリカへのお前の最大の貢献になるんだぐらいなことを聞かされてそうかなと思ったとな、まあ、くはないけど可能性としてねじゃあそういうものは何もなくこの人が自発的に結婚しようと思い立ったとしてどういう動機でだったんでしょうか、まあ、これからいくつか報道は出てくると思いますが 詳しいことは多分わからなないままになるでしょうねこの射殺された人のその内面とか射殺された人の動機をいくら探っても出てきませんよ確たるものはねけれど今回の「夢ラジオで」でまあリスナーの皆さんと共有しておきたいのは動機が何であれですね二十歳の男の人が その気になったら今回みたいなこういう銃撃は行えるってことなんですよ。で2年前の安倍元首相の銃撃事件においてはあの銃を自分で作ってこれ本当かな銃を自分で作ってでそれをあの元首相に向けて発砲したというそういう容疑者でした。 で今回は普通にそこら辺に売ってるアソルトライフルで 140m ぐらいでしたら十分アソルトライフルで狙えるわけですね 300m がもっと遠いのかと最初は思っていてだったらライフルでもなかなか狙えないぞと思ったんですけど 140m ならアソルトライフルで十分狙えるわけだ。で今回も もう間一発でしょ文字通り間一髪のそういう銃撃を彼は放ってるつまりそれだけ米国がね銃社会なんですよこういうことが誰にでもすぐにできてしまう社会なんですこういうことがですから米国ってあのまあ10年おきぐらいにどっかのハイスクールで20人か30人ぐらいがドドドッとこう あの同級生に射殺されるみたいな事件が起きるんですよ。あれはそういうことができるんです。銃を手に入れるのは簡単だし、あのそれこそダダダーと撃てるその自動銃みたいなものもね。で、アメニションって言われる弾薬すぐ買えますよ。なんかパックみたいになってて、そしてそのアメニションで一つ一つがビュレット弾丸ですよね。それを込めていったら。 打てるじゃないですかただしあのライフルを遠くのものに向かってね1 4 0メートルっていってもやっぱ遠いは遠いからそれであの狙うっていうのはそれなりの技術が必要でおそらくこの人は高校を出た後かどこかで何かしらの訓練を受けてるでしょうだからこれは今後の捜査で多分出てくると思いますどこで銃の訓練を受けたかはそういうのは出てくると思います。 があの動機は多分,分からないままでしょうこういう関係を洗ってもどうせこういう類の人はほとんど誰とも付き合ってないみたいなそんな人が多いのでね銃社会である米国はやっぱこういうことが起きしてしまう社会なのでですからあの今回ね SP 何やってたんだという声も上がっててで私もそう思うんですけど。 防ぎきれないといえば防ぎきれないんですよそれはやっぱりもしあの防ごうと思ったらもう候補者が不特定に人の前に体を晒すっていうのはやめなきゃいけないんだよねだから日本風に言えば選挙カーの上に立って皆さんとかっていうあれをやめなきゃいけないんだけどそれやめたらもう選挙じゃないやんかですよね だから当然アメリカでも同じでだからこそ日本よりはるかに重,重社会というより日本は別に重社会ではありません銃を持ったらその時点で犯罪になってしまいますがあのアメリカでもやっぱり候補者が、ね、大統領候補でも人々とこう触れ合うとか人々となんかあの,の前に出てくるとかそういうことはやっぱ民主主義だから。 選挙だからやなななきゃいけないけってことなんですよねでロシアのプーチン大統領なんか分かりやすいけどほとんど出てこないよねあの民衆の前にあるいは北朝鮮のキム・ジョンウンもよっぽどの大会みたいなんじゃないといやそれはあの、まあ、そういうことなんですよ。民主主義じゃないので不必要にあの人前に出ていく必要ないししかもあのプーチンとかキム・ジョンウンはいつも影武者 説がだから、ね、銃撃事件の容疑者特定、まあ、射殺された人ですからそ,のそれが特定されてもさっきお話したようなどこで銃の訓練を受けたかぐらいのことしかこれから出てこず、まあ、本当の動機っていうのはあのわからずじまいでそしてもし背景に何かの組織がないのならばこの二十歳の人の。 なんか、まあ、妄想みたいなものがその背景にあったんかなとでその、まあ、妄想は妄想でまあ,あの人は誰しも持つものかもしれませんがそれが銃撃事件にまでつながってしまうこれがアメリカ社会の恐ろしいところでけれど民主主義または選挙これをきっちりやろうと思ったらこれからも候補者たちはね一定のリスクはあの取らざるを得ない。どんだけ、SP、を頑張ってて配置しても あの本気で今回はずさんじゃないですかこれなんか自分で登って人に見られながら登って寝そべってみたいなシークレットサービスに声かけられたらもう終わりですよあるいは威嚇射撃でもバババとやられたらもう終わりですよだからなんでそれやんなかったのかなと気付かなかったはずないのにしかもあんな白い屋根でねしかも映像まで映ってるじゃないですかあの人寝っ転がってる映像が。 そうなんですよ、おかしいなとみんな思うわけですよあんなことやってたら。なんでシークレットサービスあの近寄って声をかけるとかあるいはあの、ね、見渡せるところにいたあのシークレットサービスのスナイパーだったら威嚇の射撃でもやんなかったんだろうか。夢ラジオ、今回は銃撃事件についてでした。